全体に先代より丸っこくて可愛らしいイメージになりました。シートレンジやってみようか。これが倒した状態ですね。もう一段階広がりました。この AC100V 1500W っていう、これがね、すごい便利と思う。こういうやつ、このフックとかね、これは使い勝手がいいかもしれない。さすがにこれハイブリッドなので、オプションでスペアタイヤがつかないかもしれません。うん、簡単に取り外し、はい、全然ストレスがありません。うん、きめ細やかなね。はい、じゃあ閉めてみて、どんな音で閉まるか。うん、硬いです。はい、グレードが高い車なので素敵な純正のアルミを履いてます。両側スライドドア、まあ、そういうグレードだから全部がそうなってるわけじゃない。このファブリックとこれと、そしてここですね。これは何、ラージ、これでっかいペットボトルが、ラージ、ミディアム、スモールって書いてあるよ。うん、ね、うん、見た目がすごい可愛い、うん、見た目は可愛い、バランスがすごく、デザインのバランスが、外観のデザインのバランスがすごく、うん、白じゃないやつも見てみたい感じがするね。こういうところにいろんなことができるのが、うん、確かにね。あ、そのタイヤの前もね、可愛くなったね。ちょっと確かに CM のイメージは犬やけどね、ワンちゃんのイメージ。